その先の夢に向かって。大阪芸術大学は美術から音楽、舞台、映像表現とあらゆるアートの可能性を追求できる総合芸術大学です。今回の大阪芸大テレビは2018年度大阪芸術大学オープンキャンパスの様子をお届けします。本格派の体験イベントから普段は入ることのできない施設の様子も大公開です。ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。時代が求める学びを追求し、幅広いジャンルの芸術を学ぶことができる大阪芸術大学。美術やデザイン、音楽はもちろん映像、舞台と多彩な表現の形を追求することができるキャンパスには5500人を超える学生が集います。学科数は全15学科、甲子園球場およそ10個分にも及ぶキャンパスには、学生生活と創作活動をバックアップする環境が充実。プロの現場顔負けの実習施設を舞台に第一線で活躍する教授陣のもと、専門性の高い授業が行われます。そんな特色だらけな大学の魅力を体感できるのが毎年恒例のオープンキャンパス。今回は2018年度に行われたオープンキャンパスの見どころを総まとめでお送りします。大阪芸術大学オープンキャンパスで行われるイベントはおよそ170種類。今回は造形系、メディア系、音楽系と3つのジャンルに分けてイベントをご紹介します。まずは芸大ならではアートに触れるイベントをご紹介。体験型のイベントが豊富な大阪芸大では、クリエイティブな時間を通して学科やコースの魅力を知ってもらう企画が盛りだくさん。例えばこちら、工芸学科ガラス工芸コースのバーナーワーク体験ではトンボ玉作りに挑戦できるんです。じゃあ早速火の方をつけていきます、はい、緊張して喋れなくなってしまっていい感じですね。ポイントとしてはガラスの先端を高めることを意識してみてください。おお、あ、すごい、めっちゃ溶けてきますね。これ指先の動き結構難しいですね。結構指の筋肉使うかもしれないです。だいぶ大きくなってきましたので、こちらのガラスを上の方で保温しながら金属の棒も同時に持って温めていきましょう、はい、あ、上手ですね。いい感じですよ。溶けたガラスを棒に巻きつけ、形を整えたらガラスを冷まします。さあ、1時間経ちました。トンボ玉どうなってるでしょうか。では失礼します。おお、可愛い感じで綺麗にできました。初挑戦だった芸大テレビキャスターの梶君もこの通り。在校生や先生がサポートをしてくれるので、初めての方も安心してチャレンジできますよ。この他にも吹きガラス体験や染色、アニメーションの制作体験など、実際に授業が行われる教室で作品作りに挑戦できるイベントが多数用意されています。材料などは会場で準備してあるので気軽に参加可能です。また造形系のイベントで外せないのが在校生や教員による作品展示。オープンキャンパス中は学内の至る所でジャンルを問わずさまざまな展示が行われるので要チェックです。のんびりアートを楽しんでくださいね。プロの現場で活躍するためのスキルを磨くため、専門性の高いワンランク上の実践授業を目指す大阪芸術大学。メディア系のイベントではそんな大学の特色を体験・見学できるイベントが用意されています。こちらは僕も在籍している放送学科のイベント会場です。ここではこちらのテレビスタジオと外の中継車を結んで公開収録を行っています。番組形式で学科の魅力を発信したのは放送学科。メディア産業で活躍する人材育成を目指す放送学科には、現場さながらの最新鋭の設備が揃います。大阪芸大が誇る充実の実習環境はもちろん、学生たちの活躍もご覧いただけますよ。また、先生から直接レクチャーを受けられるイベントも大人気。思わず目を背けたくなるこの傷、実はこれ、初めての方でも挑戦できる特殊メイクなんです。教えてくれるのはどうもありがとうございました。お茶目な笑顔が印象的なスクリーミングマット・ジョージ先生。先生はエルム街の悪夢やプレデターなど数々のハリウッド映画に携わったすごい方なんです。それでは講座の様子を少し覗いてみましょう。ここに A と B のシリコンがありますので、よく混ぜてるとしっかり固まってくれる。これをまずここら辺にドボッと置きます。少し固まってくる。そうするともうちょっとこの内側をこうイライラするんですね。これで大体の、ね、こういう傷がぐじっとできますよね。あまりのリアルさに参加したスタッフも思わずなんか痛い気がするもうできましたよ。ちゃんちゃんお疲れ様でした。専門的な技術も丁寧にレクチャーしてもらえるので、やってみたいと思ったらとことん挑戦するのがオープンキャンパスで濃い一日を過ごすコツ。ここでしかできない体験を満喫してくださいね。2018年度のオープンキャンパスでは、大阪芸大でスタートしたばかりの新しいカリキュラムのイベントも開催。空撮の需要が高まる中、大阪芸大でスタートしたのはドローン空撮の授業。オープンキャンパスでもプロフェッショナル指導のもと、基本動作や撮影技法を体感できるイベントが開催されました。風景カメラマンの人っていうのは歩いてそこの場所まで行かないといけない。でその時に例えば春夏秋冬を撮りたいと、だから価格は決まってる、でも歩いていかなあかん、雪道も行かなあかん時は自動設定します。これにほら毎年同じ映画その場所で撮れると、ほんでオーバーラップできるんです。それはドローンしかできない。撮影した映像はリアルタイムで見ることも可能。どうですか？あ、すごいですねさらなる活躍が期待されるドローン、空からの景色を一緒に眺めてみませんか？知識と技術を身につけるカリキュラムが充実している大阪芸大。日々広がりを見せる業界に羽ばたくための環境がここにあります。音楽系のイベントをご紹介する前に、オープンキャンパスに参加する皆さんにおすすめの企画もチェック。大阪芸大を知るならまずはこれ、キャンパス見学ツアーに参加しましょう。案内を担当するのは在校生たち。およそ30分で学内の名所をぐるっと巡ることができます。撮影所になります。なんか濃くないですか、撮影所撮影所で、こっちには家のセットが組んであって、であっちは結構学生が何でも自分の好きなセットを組めるようなスペースになってる。わあ、庭もある。芸大のいいとこはやっぱあれですね、みんな本気ですよね、やりたいことに対して、はい、本気の人が多いんで、別にそれを誰も馬鹿にしない環境がすごいっていうか、石焼きビビンバが花もつけた方がいいです。在校生ならではの情報もゲットできるキャンパスツアー。質問や相談も大歓迎です。続いてはこちら、総合会場。総合会場は全学科の担当教員が待機したブースをはじめ、作品展示やワークショップなどが開催され、大阪芸大の情報が1か所に集まるスポット。気になる学科が多くて困るという方は総合会場で情報を整理して各学科のイベントに出発するのがおすすめです。見どころいっぱいのオープンキャンパス、迷った時はまずは情報収集をしてみましょう。お待たせしました。続いては音楽系イベント。音楽系の学科が行うイベントではクラシックからポップスまで幅広いジャンルの音楽に触れることができます。ピアノ、声楽、管弦らポピュラー音楽と4つのコースから構成される演奏学科。年間を通し行われる数々のコンサートで実力を磨いた学生たちが集う演奏学科では、学内のホールを舞台に各コースの魅力を感じられるコンサートが実施されました。代わってこちらで行われているのは、作曲家や編曲家、音楽の教育者を目指す音楽学科のイベント、雅楽体験。雅楽の演奏ではおなじみの笙や篳篥に実際に触れることが可能。雅な雅楽の世界を覗くことができます。音楽学科ではこの他にもハイレゾ録音体験や雅楽の演奏会を行ったりと、さまざまな角度で音楽を深める企画が用意されました。キャンパスを歩けばあちらこちらから聞こえるメロディー、在校生が届ける音楽に耳を傾けてみてくださいね。大阪芸術大学ではご覧の日程でオープンキャンパスが開催されます。全15学科総合芸術大学ならではの多彩なイベントは見応え抜群。各学科の担当教員や大学スタッフによる相談ブース、キャンパスツアーなどおなじみのコンテンツはもちろん、大阪芸大ならではの豊富な体験イベントや実習施設の見学は必見。自分の未来を見つける第一歩、皆さんのお越しをお待ちしております。その先の夢に向かって、大阪芸術大学写真学科はファインアートやコマーシャルフォトに加え、デジタル一眼レフによる映像表現を極める。全天集投影の実験ドーム、 4K、8K、VR、 水中撮影、ドローン、ここでしか追求できない映像表現の新たな可能性に挑め。写真学科。キャンパスの中にさまざまな表現を追求する学生が集う大阪芸術大学。そんな刺激的な環境で過ごす4年間は、夢をつかみ取るための力を磨きます。夢は思い描くものではなく、つかみ取っていくもの。皆さんも15の学科でなりたい自分に近づくための学びに挑戦してみませんか？この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。